えー、今朝自分が末期癌と申告され、余命数ヶ月となって夢を見ました。ほうんお、なんかそんなニコ生主がいますね。 かなりリアルな夢で、夢の中で私が取った行動の一つに、ひろゆきさんの10万のスパチャをして余命数ヶ月となったら何をしたらいいか細かく教えてほしいという質問をしていました。えー、実際に聞いてみたいと思いスパチャで質問しました。よろしくお願いします。えー、私は20代後半新婚で現状幸せですが、えー、死ぬ間際の時に妻に子孫が作れなくてごめん、えー、謝り、謝りいなくなっても幸せになってほしいと言ってました。 えっと、数ヶ月だったら子供作れるんじゃないだ今すぐ子供作れば今6時57分なんで出勤までに子供作ればいいんじゃないですかあの、ま、その、余命数ヶ月ぐらいって、ま、よくあるんですけど、あの、人によってはそれで何年も来たりするパターンがあるんですね。あの、前にも言ったかもしれないんですけども、ソニーコンピューターエンターテインメントっていう会社を立ち上げて、あの、プレイステーションっていうのを作り出した。 あの、まあ、くたらぎさんという社長で、その下にあの、丸山さんっておっちゃんがいて、で、その丸山さんっておっちゃんがもともとソニーミュージックであの、小室哲也さんのマネージャーとかやってたんですけど、もう10年ぐらい前に、あの、喉にがんができて、で、それがあまりに大きくなりすぎて、水が飲めなくなったんですよ。要はあの、埋まっちゃって。で、入院して、まあ、もちろんステージ4で、あの、全身に転移してます。で、あの、余命数ヶ月ですって言われて、 で、未だにピンピンしてるんですよね。<laughs> もう10年ぐらい経つと思うんですけど。10年以上経つかな震災より前だから。うん。っていうのがあるので、あの、余命数ヶ月ですって言われても、生きてる人は結構生きてるんですよ。もう、有山さん74、四とか5とか、そんな感じかな。うん。っていうのがあるので、あの、余命数ヶ月って言っても、あの、生き残る人は全然生き残ります。あれ、力屋さんも確か、余命、なんか2ヶ月、3ヶ月とか言われても、それぐらい経ってない なんか、結構前だよね。あの、力屋さんっていう生主の人が、その、あの、綿あめ屋とかで結構有名だったりしたんですけど、まあ、その後にこう生主とかやって。で、その後あの、なんか、癌になりましたっていうので、ね、めっちゃ痩せたところで、なんか、おうい,おい力屋大丈夫かよ、みたいになってるんですけど、まあ、相変わらず力屋さん元気にやってるみたいなんで、なんか、結局、生きてる人は生きてんだなっと思ってます。はい。<laughs> コメントで、まだ生きてるって、すごいコメントだよね <laughs>。